よいよいみなさん、じゃあどうよ、俺がめちゃいけるウェーブインダハウスよ、立ち飲み居酒屋おなみオープンします。ヒビビゴー、ウェッチさん、いらっしゃい、立ち飲み居酒屋大波へようこそ。まあ立ち飲みといったらドラム缶ですね。それでなんで立ち飲みやるかっていうと、最近知ったんですけど、立って飲み食いすると血糖値が上がりにくくなって太りにくくなるらしいんですよ。信じられない。まあ最近ちょっとリバウンド気味だからやってみようかなと思ってね。まあ確かに座って飲み食いしてると姿勢悪くなるし、胃袋も圧迫されると思うんですよ。あと深酒もするし、だからあんま良くないのかなと思った次第でございます。まあこのドラム缶風呂だけじゃもったいないから、これはもう完全に巡り合わせだから神様が言ってんだ。そうだそうだ。でそこにキッチンも用意しました。調理も立ってやります。そして居酒屋だからね、メニュー表も作りました。大波メニュー、おつまみは3品で、でドリンクが3種類。まあ一人だからシンプルです。店員兼お客ですから一人二役。今日は天気いいから気持ちいいぞ。元気はつらつ大波 C。 お元気はつらつ大波 C。 まあそれはさておき、あ居酒屋だからまずは入店しよう。ウィン、コンビニかバカ野郎、乗れんかこうやって一人で何やってんだ俺。楽しいな、もう楽しい。よし、じゃあ早速注文して作って飲み食いしましょう。楽しくやっていきましょう。ヒビビゴー。じゃあ注文していきましょう。まあ一発目はね、やっぱり乾杯は瓶ビールでしょ。でおつまみが冷ややっこ。よし行きましょう。瓶ビールと冷ややっこお願いします。はい、喜んで。これの繰り返しですね、テンパらないようにね、やっていきましょう。よし、やるか。さあ調理開始しましょう。調理っつってもな、乗っけるだけだからな。瓶ビールでしょ、やっぱりキンキンだよ。薬味はチューブの生姜。早持ち。早。持ってきます。よいしょ。あれちょっと大変かも。まあ楽しいからいいやね。醤油はスプレーでね、減塩しながら体を気遣って。一回一回これ取ろう。やっぱね、メリハリつけないと楽しめないから。なんやかんや言ってますけど。よし。ちょっと減塩で。おい、向かい風だ。白だからこのちっちゃいコップがいいんですよね。まあまあまあ、おっと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 、いい色してんじゃん。じゃあお疲れ様です。まだ始まったばっかだけど、ヒビビゴー。はいや、最高ですね。まだ食ってなかったよ。まあまあまあ、ブレイクを取りましょうよ。一人だけど、やっぱやっこですよね。はん、これこれ。くー、てやんで。あかん、楽しすぎてよりを取ってなかった。くす。はい、一品目これです。やべ、もう二口食べちゃった。いいね、キリンダーガーが光ってるよ。やっぱ瓶ビール最高ですね。立ってるから腰も楽ですよ。気持ちいい。うん、あペロリもいいとこ。次は焼き鳥とホッピーセットお願いします。はい、喜んで。あれちょっと酔っ払ってきたか。よし、あっちまで行くか。そりゃそうだ、調理するんだから酔ってきたな。張り切っていこう。まず焼き鳥だから炭火ですからね、火つけねえと。おい、オープン前に火つけとけよ。波段取り悪いぞ。まあ何やかんや言ってますけど、そこまで頭が回りませんでした。まあすぐつくから。消えてしまった。カットしよう。やっと火も落ち着きました。で仕込むのはちょっと面倒なんで、出来合いのやつを買ってきました。ヒビヒビゴー。塩振ってね。いい匂いだよ。反対側も塩振ってね。ほっ。でその間にレモンを切っときます。ほっ。お、野球部ノールックキャッチ。結構横目で見てたけど。
居酒屋っぽいね。ちょうどいい高さ、めちゃんこ楽しいです。うん、いいでしょう。盛り付けてレモン乗せてドリンク用意して、へい、お待ち。はい、持ってきます。さあさあさあ、来ましたよ。焼酎は金宮です。贅沢だぜ。そしてホッピーは白。いい色してるじゃん。で、焼き鳥、味付けは塩のみ。そしてレモンを、ガッガッ。よし、七味をパラリと。よっ、すげえ、あたりに散らばった。じゃあ、ネギマ、いただきます。ヒビリクー。からの、小僧ロップに染み渡るぜ。うま、すっきり。うわ、超楽しい。やっぱ立ち飲みっつったら焼き鳥だよね。焼き具合もちょうどいい。健康的な飲み方してんな、おなみ。はあ、うま。ホッピーバカうまだな。はいはいはい、暴走レジ発動しましたよ、おなみさん。ナイスホッピー、ナイスホッピー入りました。ありがとうございます。このシェラカップ1品ずつがいいやね。イントネーションがちょっとおかしくなってきたの。ちょうどいい。早いなぁ、ペロリですよ。あっという間にペロリ。じゃあ次何行こうかなって決まってんだけどね。冷ややっこ焼き鳥ときて、最後は大波アヒージョかっこ締めもできるよっていうのがあるんですけど、じゃあこの大波アヒージョとバイスお願いします。焼酎まだあるしね。それで行きましょう。ヒビビゴー。あ、違うわ。あ、それでお願いします。はい、喜んで。キャラを、キャラが分かんなくなってきちゃった。酔ってきたな。さあやるか。あ、ハチマキしなきゃ。うっかりうっかり、もうわけわからなくなってきちゃったな。さっきベル鳴らしてねえかも。鳴らしてねえな、多分。今鳴らすか。まあわかんねえの、もうパッパラッパになってきたと俺。なんだっけ。あ、そうだ、大波アヒージョか。大波アヒージョは初めて作るんで集中しましょう。集中集中集中トレイン。落ち着け落ち着け。このファイアボックスはもう役目終わりました。次はこのバーナーです。スキレットだ、スキレット。あなたも好きでしょ、なんつって。はあ、段取りが悪いぞ、大波。スキレット使います。で、道具じゃねえ、具材がむきエビ、プチトマト、シラス、カマンベールチーズ、そしてスライスオニオンと鷹の爪とバジルでオリーブオイルね。それをぶち込んで熱してフランスパンでディップして食べる。まあやりましょう。いやー、マジで酔っ払ってんな。調味料マジぶち込んじゃおう。こんぐらいかな。これをここにボーン、カマンベール丸ごとドーン。で、周りにむきエビをちょんちょんちょんと詰めてきます。はい、こんな感じで、プチトマトを周りにちょん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 と、はい、こんな感じで、シラスを真ん中にブワーンと全部入れちゃえ。で、オリーブオイルをこうやって、こんなもんかな。ソルト、ソルトを入れましょう、なんてね。で、色付けバジル、色付けと香り付けか。はい、これで温めるだけです。で、その間にフランスパンを食べやすいようにカットしましょう。4枚にしよう。やば、フレンチじゃん。いいね、熱々で持ってきたいからギリギリまで熱します。へい、お待ち。さあさあさあ、初めて作った大波アヒージョですよ。まずドリンクをね。で、バイスです。 Here we go。 綺麗な色してんじゃん。バイスサマーの出来上がりで、これをフランスパンをディップしますよ。ヒレビクー。おしゃれすぎじゃないの、ナミさん。ありがとうございます。ヒレビクー。おっと、からの、あー、バイスやバイス、バカうますぎる。バイスサワーとカマンベールチーズのアヒージョ、めちゃんこ合うんですけど、信じられない。ひ
じてあげて。バイスはね、シソ梅エキスが入ってるからもうすっきりなんですよ。トマトもね、いい感じにね、ほぐれてるから、これを半エビも食べたいとね、手作りスプーン、エビぐらいは救えるだろう。できた。エビはどうでしょう。ヒビビコン。ほほ、あー、マジか、信じられない。信じてあげて。秒殺ですよ。マジか、超うまいんですけど。ナイスホッピーガラのバイス、やばいっす。最高ですね。いい色してんじゃん。すくい、トマトがすくえねえ。全然パン食べてなかった。シラスの塩味もしっかり効いてて、バカうまです。そしてバイスが合う。遊び放題だな。画期的。うん、サイアンドコー。喉が鳴りっぱなし。よし、締めいくか。このぐらい残しときます。締めながらちゃんとベル鳴らそうな。大波アヒージョの締め、それとバイス追加でお願いします。はい、喜んで。ちゃんとできたぞ。えらいぞ、えらいぞ大波。さあ、締めを作りましょう。作ると言っても超簡単です。まあ何を作るかというと、クリームパスタ。ここにもう具材入れて煮込むだけだから。まず調味料をこれに入れてシェイクします。初めて作るから、しかも酔っ払ってるから間違いないように。間違えることはないと思うんですけどね。まあ何回言ってますけど、調味料、牛乳、コンソメ、薄力粉、あと、まあ、味が薄かったら塩コショウするだけで、パスタね。以上です。ちゃっちゃってやろう。まずコンソメ大さじ1杯。あれ、大さじって何グラムだっけ、わかんねえ。まあ 4.56グラム、これ入れよう。1袋コンソメ入れて、薄力粉も大さじ1杯だったような感じするんだよな。で、牛乳はまあちょうどいい感じで、うん、足んなかったら入れよう。で、シェイクします。シェイクシェイク、ブギーの胸騒ぎ、ヘイヘイ、チョベリ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 、落ち着け落ち着け。混ざればいいからね。はい、で、この中入れます。あ、ちょうどいいかも。火にかけて、人間風よけ。風が強えよ。沸騰した。沸騰し始めたんで、これを半分に折って入れます。ドリア、あ、やばいやばいやばい、もったいない。何やってんだよバカタレ。8分茹でます。うん、いいでしょう。ヘモチ。さあ、初めてのクリームパスタ、どんな感じですかね。ヒビビゴー。信じられない。信じてあげて。やっぱめちゃくちゃバカマなんですけど、これは素晴らしい締めです。締め締め、落ち着け落ち着け。ああ、喉が鳴る。うん、塩はいらないね。塩味がちゃんとついてる。トロットロで本当にバカうま。見てください、こんなにトロトロなんですよ。天国ってあるんだな。ああ、 Go to heaven。 マジでバカうま。最高のルーティンだな、これ。はん、濃厚。ああ、楽しい時間も早いもので、最後の一口になってしまいました。ケビビ君、はん、どうもありがとうございます。ああ、ペロリ、ごちそうさまでした。はい、立ち飲み居酒屋大波でした。めちゃんこエンジョイしちゃいました。まあ初めての試みなんで、テンパらないようにシンプルなおつまみにしたんですよ。まあテンパったけど、テンパるかい、おい。バカ野郎。
酔っ払ってます。いやでもこれから暖かくなる季節なんで、他にもねちょっとしたおつまみコースをやりたいんですよ。なのでちょっとこれシリーズ化しちゃいたいな。ドラム缶お手軽だしこれいいですよ。だってお風呂にもなるんですよ。お風呂にもなってテーブルにもなっちゃうって信じられない。画期的すぎる。いやこれはおすすめです。ということで皆さんもぜひキャンプ場にドラム缶持ってって楽しんでみてはいかがでしょうか。こちらこんな感じ。それでは皆さんまた来週ペダと。わしゃシュワちゃんか。